お疲れ様です。お疲れ様です。 DNC 広報細田でございます。カメラマン部長をやってもらってます。はい、今緊急的にカメラ回してるんですが、撮影がもう多分1時間前ぐらいだと思います。6月26日7時37分もう会社終わって、先ほどスタッフみんなでミーティング、毎日あるミーティングを終えて直前かって感じですね。なんで緊急的に動画回してるかっていうと、障害で今かなりの数の人待ってもらってると。でその人たちに向けての質問の答え、アンサー動画というか、そういう動画になるんですが、これから事故をしたりとか、例えば追突事故された方とかにももしかしたら関係する可能性がある話なんで、ぜひ障害に遭ってない人も最後まで聞いてもらえればなと思います。でその話の前にちょっと1個だけ、今結構待ってもらってるよね、はい、あれからもずっと障害の事故、障害の事案が入ってきてて、まあ、まんべんなく入ってきてて、どんどん待ってもらってる状態が続いてるんですが、今は障害で待ってる人って全国にかなりの数がいてると思うんですよ、はい、っていうところでちょっといいかな。今これお客さんハリア、多分この動画見てくれてると思うんですけど、はい、今お客さんのハリア今修理してます。でこれに限ってはちょっと部長背が届かん、これやろうか。これですね、ルーフ、サンルーフがめちゃめちゃ大きいパノラマルーフみたいなついてるんで、まあ屋根の部分が少なかったんで、ここは板金、屋根交換せずに板金で、このルーフレル、なんだ、ピラーか、ピラーの部分も板金でいって、でこの下は、この方はね、あれなんですよ、これボンネット見てもらったら分かるけど、これ全部氷害です。氷のへこみです。これ一個一個見てもらったら分かるけど、結構薄いんですよね。分かるかな、こんな感じですね。とか、あとはどれが分かりやすい、これか、こんな感じで分かるかな。結構ねへこみが警備やったんですよね、多分たまたまやと思います。地域の差でだ、もっとひどいなったもんね、はい、うん、このハリアの方はまだマシな方、ただ数は多いけどね、はい、なので、まあ、見てもらったら分かります。この辺もあったんだけど、へこみがザーッと、うん、ここ見ても、あ、これ映る、こんな感じ、これモール、うん、水切りモールで、これへこんでるの分かるかな、はい、ここへこんでるねってな具合で、ここもへこんでたんですよ。これは電灯リペアで直してもらいました、はい、おい、障害電灯リペアで直るんじゃなかった、直さないんじゃなかったんかよって思う人いると思うんだけど、直せるやつもあります。ただ屋根とかボンネット全部できますかって言われたら無理ですよっていう話、あと状況、状態によるんでできるやつもあるので、一概に電灯リペア無理ですよって言ったわけではございません、ご了承ください。と、あとはもう一度あるね、今やってるんだけど、こっちかな、ハイエース、こっちに関してはもう屋根交換してます、はい、これは結構ひどかったもんね。そうですね、うん、なので電灯不可能ってことで屋根交換、はい、で横も当然へこみがあるので、まあ、ハイエースまっすぐ縦やからまだマシやったんだけど、やっぱり横もへこみがあるんで、まあ、ほぼほぼ全塗装、うん、でガラスも外して全部今やってる最中です。でこのハイエースのお客さんももしかしたら見てくれてるかもわかんないんで、今やってますっていうところと、あとは待ってもらってる方からこういう風にしてやってってますんで、今しばらくお待ちくださいっていうところで、じゃあ本題に入るんですが、今回ね、氷害で保険を使いますって、ほとんどの人が氷害の修理をする際に車両保険を使って直すと思うんですが、今回ね、普通の事故と違うことが1点あるんですよ。それ何かっていうと、結構待たないため、一番ひどいところは3年待ちとか、うちでも今半年ぐらい、今、はい、年内無理ですっていうのがちょこちょこ、ちょっと年内厳しいんで年明けになりますみたいな、はい、お客さんもちょっとずつ出てきてて、ここ乗る？ん？ここ乗った方がよくて乗るほら、あ、うん、はいジャッキに乗ってます、はい、はい、ジャッキに乗ってますちょうどいい高さ、うん、要はその3年待ち、はい、まあ半年待ちでもいいんだけど、本来は事故したら保険会社に電話入れます。で保険会社さんから指定工場、あるいはうちの提携してる工場先があるんで、これも持ってったらダメですよ、本当に何回も言うけど、自分で選ぶんでって断ってくださいね。もう今100万200万ぐらい損してる人出てきてるからね。実際誘導されて見積もりまで行ったんだけど、あれ
と思って細田さんの動画を見てうち来た人が何人かいてるんですけど、もう差額100万ぐらい出てます。そこで修理持っていくと100万ぐらいの話なのに、うち来た200万ってなってます。まあ、これはまた動画で言います。今回はその話じゃなくて、待ってる状態があるんですよね。で、普通は事故入れました、すぐ修理工場入れますよね。もしくは、まあ、1週間2週間ぐらいいないぐらいには入れると思うんですよ。入庫して、で修理お願いします、代車借ります、であと修理お願いしますねって、で保険会社さんとのやり取りあとお任せします、で協定って言っていわゆる金額決めたりというのはもうお任せで、あとは修理が上がってきたら修理の説明してもらって、はい終了なんだけど、その後何が起こるかって1点、翌年というよりその次の満期だね、満期が来るんですよ。必ず保険って1年単位で契約するので、等級って皆さん聞いたことあると思うんだけど、まあ最初は6等級っていうところから始まって、事故しなければ1年間7等級割引が上がる、保険料は下がる、でまた事故しなかったら8等級9、10、11、12、13、14、まあ20がマックスまであるんだけど、その保険の満期が必ず毎年どこかで来るんですよね、契約した日から1年後に。でその日付って絶対決まってて動かないんですよね。でその満期が来るタイミングが結局今回の氷害によって、普通は事故したらすぐ修理に入れて決済して契約履行して、要は修理契約しました、修理しました、履行しました、で納車しましたって形で終わるんだけど、今回は3年待ちになるんで、つまりその保険ってどうなるんですかっていう問い合わせがあって、確かにそうやなと思うんですよ。お客さんからしたら分かんないよねって、もう使うって意思は表明してるものの、修理がまだやんか3年後とかになってる場合ってどうなんのって話なんだけど、氷害が起こった日がまず事故日って言って、それがまず一番基本になるんですよね。氷害を受けましたっていうのが4月の14日やったっけ、4月の24日やった、あ、16日、あの氷害があったのが4月の16日今年の、だから氷害で保険使う人は皆さん全員一律に4月16日の事故なんですよ。もうここは全員動かない一緒なんですよ。ですぐに連絡入れた人はまあそこでエントリー入るんだけど、遅れて電話する人もいるよね。例えば家の方がダメージ受けてて、家のこと先やってて、で1ヶ月後2ヶ月後に6月ぐらいに、あそういや車を修理せなってことで2ヶ月遅れて保険会社さんの方に連絡入れて、すいません修理したいんですけどって胸入れると思うんですけど、仮にそれが2ヶ月後に連絡入れても事故日は4月16日、ここは確定なんですよ。事故もそう、事故した日だ、1週間2週間してから保険会社に連絡する人もいてると思うんですよ、単独事故とかだったら。だけど事故した日がもうエントリー日なんですよね。エントリー日っていうか、まあその事故日ってなるんですけど、電話した日じゃないんですよ。でその時にかかってる保険のその年のその日の契約でいくんですよね。でここで仮にじゃあ4月16日に事故起きました、で5月の16日に満期が来る人って多分いてると思うよね。でその場合どうなるんですかって、4月16日に車はボコボコになりました、修理まだ、でも保険会社に連絡は入れてると、でも修理してもらえません、で今待ってる状態ですっていう状態の時に満期が来ましたってなると1等級下がります。氷害とか、あとなんだ、飛来物と、いたずら傷とかやったかな、不可抗力によるダメージは1等級ダウンなんですよ確か。保険会社によるかな、ここはよらないか、一律にそうか。事故したり自損の事故は3等級なんですけど、氷害に限っては1等級のはずなんで1等級ダウン。だから今年の4月16日に仮にじゃあ10等級の人がいると、で5月に満期が来ると11等級になる予定だったものが、この等級が変わる満期の間に保険会社に連絡を入れてたら、5月16日までに連絡を入れてたら9等級になります。で5月16日を過ぎて7月ぐらいに連絡入れた人がいるとするじゃないですか。そうすると5月の16日の時点で一旦11等級に上がります。なんでかってエントリーしてないから、保険会社さんにエントリーしてないんだけど、事故はもうここは確定なんで大丈夫。ただ11等級に上がって割引が効いた状態で1ヶ月支払いしてることになるんで、入れた翌月、早い保険会社だったらもう翌週とかに来るんだけど回収されます。保険の割引率がなくなる、本来9等級なるんでエントリーするとかに、だから10だったものが11になってるわけでしょ。でも使うって言ったら9に下がるでしょ。この差額分をすいません徴収させてくださいって修正訂正が入ります。等級はその11から1下がる形、うん、9になります。9になるの、うん、11ってのは10を使わない状態で11だから、だから元に戻るって感じ、うん、使ったことになる4月の16日を起点にして9等級
じゃあその満期の期間の前でも後でも給湯給ってことだよね。そうです。だこういうパターンってあると思うんですよ。エントリーした保険会社さんに電話入れた日が保険が切り替わる、あ、要は等級が下がるって思ってもらっていいと思います。そこはで修理がまだなんだけどエントリーした時点で下がっちゃうので、こういうパターンもあると思うんですよ。1年待ったけどやっぱりもう保険使わずにもう車乗り換えようとか、あるいは体に何かあったりとか病気になってしまっても車が必要なくなったとか、いろんな事情で直さなくて良くなったっていうパターンもあると思うんですよ。ここ一番気をつけてほしいんですけど、そういう場合は必ず代理店がいれば代理店そのまま事情を説明すればいいんだけど、ダイレクトとか代理店通さずに直接保険会社と契約するあのネットの保険とかは特に気をつけてください。これなんでかというと、一旦保険会社に連絡入れます。その時点でさっき言ったように一時下がる。で下がった状態でそのまま行きます。で修理しましたかしませんか、支払いされましたかって確認する部署はあるんだけど、ここと連携しないんで、こことここが。だからそのままエントリーした状態一等級下がって車必要ないんで、売りますだったらまだいいか、解約したから、うん、ただでもこの差額分返してもらわなあかんからね。実は使わないことになったんですって、うん、修理してないんですって、要は保険会社さん支払いしてないやんか、うん、支払いして初めて履行やからねこっちも、うん、でもこの分このとここをずっと下がってるんですよ一等級。そこはこの差額返してちょうだいって保険会社にちゃんと言わないと勝手には返ってきません。自分から言わないと、言わないとダメです。だから僕なんかそうなんだけど、結構あんまりそういうの見ない人、無頓着な人っておると思うよ。あ、やっぱもう車乗り換えるかみたいな感じで結局直さずに別の新しい新車を買いました。でその給湯10等級の人は急に下がった状態、うん、でこの車障害のやつはもう車屋さん売って新車買いました、うんうん、車入れ替えましたって保険会社に連絡しても、うん、この保険会社はダイレクトの方は特にですけど、うん、あれ車乗り換えはったんですか、障害はどうされたんですかって聞いてこないんで、言ってくださいね。直さないことになって乗り換えたんでって言ったらその差額分返ってきます。差額分は返ってくるけど等級は変わらへん。変わる、戻る。あ、ちゃんと戻ってるのね。そうです、うん、だから9から10、11になるんだけど、もうここ使ってないことになるんで1回0になるんで、うん、12戻って11、12だから1等級バンと上がるね、うん、で今まで払ってきた差額分も有割から引かれてる分、有料割引っていうんだけど、有割から引かれた分が差額として返金されます。これはでもね、保険会社が悪いとかじゃないんですよ。システム上の問題なんで仕方がないんですよ、うん、どうしても人がやってることだし、システムに乗っ取ってやってることなんで、そのために代理店っていうのはいてるんですよ。だから僕あんまりダイレクトはお勧めしないですよっていつも言ってるんですけど、やっぱり代理店の人がいてると責任感持ってやってくれる人がいると、必ずそういう手続きをお客さんの代わりにやってくれるんですよ、うん、だからダイレクトとか、ソニー損保とか、まあ多分そうやと思うんだけど、うん、ああいうところはそういうのは一切しません。そういうサービスはありません。その分の人件費がだいぶ安いっていう感じですよね。で別にそのもらえるもんもらっとけっていう精神でやってるんではなくて、システム上の問題なんですよ、うん、システム上の問題なんで、お客さんから自分から代理店の代わりじゃないけど、うん、代理店の動きをしないとダメです。使わなくなった、あるいは使った、まあ、使ったはいいか、車屋さんがやってくれるんでうちがやるんで、うん、BIC の方がお客さん入庫しました、で修理しました、で支払いしていくらにしてくださいねみたいな見積もりして、保険会社とやり取りして最後支払いで、お客さんに車を直した状態で納車なんで、ここは OK なんですよ普通に行けば、うん、だからそれが3年後になろうが2年後であろうが半年後で関係ないなんですよ。もうエントリーした時点で下がってるから、そこは、うん、付加効力、これもだからなんか損してる気分になるかも分かんないですけど、付加効力、なぜなら氷っていうある種災害になってるんで、本来だったらスッスッスッ進んでいくものが停滞してるのは被害車両が多いから、これはもう物理的な問題で、さっき言った保険会社のシステムも物理的な問題、うん、なのでこういうめったに起こらないというか普段起こらないことが起こってる時っていろんな情報を入れないとダメなんで、情報を取ってもらった方がいいと思うんですよ。でまあ、保険エントリーしました、4月16日に違法が得ました、もう保険会社さんに連絡入れて今待ってる状態ですの人はいいと思うんだけど、この状態で修理まで期間はあるものの、修理して最後フィニッシュすればそれは全然何の問題もないんだけど、ここの期間が短い長い関係なく、ただ直さないとか車乗り換えたりとかいう、やっぱり人って生活とか変わるんで、そのタイミングで何か変わって車を直さないってなった時だけは要注意してくださいっていう注意喚起の今回動画です。あともう1点だけ、ついでに今何分？今16分。16分、ほんならもうそろそろね。ついでにもう1個だけ、あと事故しました、エントリーしましたね、4月16日で一等級下がった状態で来てますと、でその間、修理すぐできない、1年後です、2年後です、3年後ですって言われてる状態の時に再度事故を起こしたらどうなりますかっていうお話もたまに出るんですけど、これは単純に3等級下がります。だから4下がります。
だその満期のタイミングにもよるけど、4月16日で満期が例えばじゃあ8月にしようか、ちょっと話して8月16日やったでしょ、4ヶ月空きますと。で4ヶ月の間に今1等級下がった状態、東京様はやけど、8月までは10等級の人は8月16まで10等級エントリーはしてるけど、次の満期で下がるから、8月16日のこの前日ぐらいにガチャーンと事故しました、保険使いますって言ったら4下がります。で8月16日満期で10等級の人が9になりますよね。で9になった状態で8月以降に事故したら、その翌年の8月16日に6になります。9から3等級引いて、だから1年間は9のままです。だから使ってその場でドーンと下がっていくイメージじゃないんで、満期ごとに下がるんで計算されるんで、まあ、フリートってなるとちょっとまた別やんけね、半年ベースで備金計算って言って蓄えるお金って書くんだけど、まあ、備金計算って言ってある程度これぐらいの予算使いますよね、今回保険料使いますよねっていう、いわゆる事故のカウント回数じゃなくて金額によって翌年の保険料計算するんで、ある程度の見込みついたらその段階で、もう保険料が上がるっていうのを、まあ、計算方式になるんだけど、その上がるんで、またフリートやったらちょっとまた別の考え方になるんだけど、まあ、今回フリートの話は置いといて、一般家庭で乗ってる1台もしくは2台3台持ってる人の等級、ノンフリってやつですね、ノンフリートの契約等級制度を使って保険入られてる、ほとんどの人はそうやと思うんだけど、そういうイメージです。だから今回保険を使いますっていう話から修理するまでの期間がどうしても空いてしまうんでっていうのは事情が事情だから仕方がないんですけど、まあお客さんからしたら多分そりゃそうやねって、事故したらどうなんやろうとか、あれそういや東京ってどうなんのみたいな、まだ修理されてないのに、保険も保険会社も修理工場まだお金払ってないし、自分も受け取ってないのに保険料って上がるんですかみたいな、上がりますっていうことです。はい、だからなるべく修理を早くした方がいいんでしょうが、まあ事情が事情なんでこうなってるっていう話ですね。はい、でさっき言ったあのディーラーで修理持って、あ、ディーラーじゃない、指定工場持ってってかなり損してる人が出てきてますっていう話と、あとフリートの話はいいかな、まあ、コメントでもしフリートをもうちょっと詳しく聞きたいっていう人がいたらコメントください、別に話しますし、そやね、とにかくね、一旦ディーラー入れましたとか、境外受けてボコボコでもう乗りたくないんだけど、ガラスが割れてるからガラスだけディーラーで買えました、あとガラスだけ修理したんだけど一回返されてボディ直すのは3年待ってくださいとか言う人も結構いてて、そういうのもよかったらうち持ってきてもらったら全然そこも金額の差が出ます、だいぶ損しますよお客さんっていう、結局下請けに振るんでディーラーも直接修理工場にお金支払われるところの方が設備も充実してるし、要は利益率売上率が全然違うので、100万円の仕事しても40万円ディーラーに持っていかれるんですよね。だから物理的考えて60万しかの範囲でしか修理できないんですよ。うちは100万円いただいたら100万円分きっちし、当然利益は乗っけるものの、お客さんの車に思いっきり情熱とそのお金を時間をかけれるので、そこはあまり詳しく話さなくても誰でも分かってもらえると思うので、だ今もしこの動画を見て評価でまさに俺これまさにやんっていう人がいたら、一度概要欄からメールアドレス info@bfitcars.jp と載ってますから、そこをコピペして車検証の写真、車の損害も遠くからとちょっと近めからでいいんで、うん、2、3枚送っていただければすぐに対応させてもらいますので、ぜひご連絡くださいということで、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ところでなんでだんだん近づいてくるの？え、嘘、ほんまや、私ジャッキここ乗って撮影しててどんどん近づいてくるからさ、後ろ行ってさ、謎な、もう追い詰められてんねん、ほら後ろ真後ろ車、なんでやろな、どんどん近づいてくん